て二度と元の姿に戻れないのね。メルサンディ村もおしまいよ。やっぱりあなたはいつだって誰一人何一つ救えないんだわ。まだ心臓がなくなっただけじゃねえか。往生際の悪い男って嫌い？全てを諦めて楽になりなさいな。諦めねえ。私、わかりました。おじいさまが書きたかったのは、悲劇なんかじゃない。たとえ体が小さくても、呪われていても、病気で長く生きられなくても、どんな時も、希望を失ってはいけないと。私に希望を持ちなさいって伝えようとしてくれてたんだと思います。その通りだぜアイリー。これはお前のために描かれた希望の物語。お前が願ってくれるのなら奇跡だろうと起こしてみせる。サンクローネさん、メルサンディ村に私に希望をください。お前の声が枯れない限り、救いは必ず訪れる。俺は必ず駆けつける。嘘！嘘か誠かおとぎ話か、身をもって教えてやんよ。逃がさねえぜ。なあアイリー、病気なんかに負けんじゃねえぞ。どんな時も希望は捨てんな。メルサンディ村は俺と共にある。ありがとう、小さな英雄さん。サンクローネさんの物語はこれからも続いていくのですね。
私、決めました。私が続きを書きます。おじい様が描ききれなかった希望の物語の続きを。物語も偽のメルサンディ村もこれで救われた。ありがとう、ザンクローネさん。ではメルサンディ村へ帰りましょうか。レベルアップね。アイリちゃん、大丈夫です。そうかい、寝込んでたアイリちゃんが消えたってみんな大慌てだったんだよ。でも旅人ちゃんが見つけてくれたんだね。皆さんにはご心配をおかけしました。私、助けていただいて少し強くなれた気がします。ラペットおじいさん、私、パンパニーニおじい様の童話の続きを書きます。そうかそうか、パンパニーニも喜ぶだろうね。
くご無事で。お部屋を覗いたら空っぽなんだもの。心配で痩せちまうとこだったね。ごめんなさい、ルーデさん。私、お腹が空いちゃって。パンをたくさん焼いていただけますか？ああ、もちろんさね、もちろんさね。ありがとうございます。このご恩はきっと忘れません。私、必ずやおじい様の童話を、小さな英雄さんの物語の続きを書き上げます。あなたの旅に幸せが多く訪れますよ、不思議な旅人さん。ノー、旅人さん、ラペットじいさんの宝石作戦は大成功だったみたいだね。アイリちゃん、すっかり元気になって本当によくやってくれたね。カニーニが残した小さな希望が大きな希望となって動き出したよ。物語はまだまだ続くんだね。よかったね、アンヌシア姫。あの村は作り物だったかもしれない。でも村の人はみんな間違いなく生きていた。どこにいようと幸せであってほしいわ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
業になったわ。Thank you.
行きましょう。はあ、